吉野のアルバムもですね、さっき、一応ねさっき、完結しました。あのリリースしたのは、3日ぐらい前でね、配信に審査があるので、ちょっと2日ぐらい、かかってね、まあ配信されて今 Apple Music とかに流れてるんですけどあのね、全部自分でやってるわけですよ。何もかもね。それでね、配信されてから、それを聞いたね、うちのバンドマスターのジョージがね少年は踊るなんですけど、まあわざとならいいんですけど、ギターが入ってないんですよねって連絡あったわけよ。いや、わざとならいいんですけどってどういうことっていう。いや、音源は送ってると思うんですけど、なんでね、ギターだけ入ってないんですかっていう。まあ、忘れてたっていうか、見落としてたんですよね、音源があることを。ギターだけはね、別なところでね、収録して、それは後で合わせてるので、その音源ファイルがね、それだけこうなかったっていうかね。なので先ほど少年は踊るのアップをしたんですけど、これまたね仕組みがあって、少年は踊るだけ差し替えるってできないんだよね。だから今上がってるアルバムっていうのを一回全部配信停止にして、新しいアルバムとしてもう一回リリースするっていうことしかできなくてね。これもいろいろ考えたんですけど、なぜか少年は踊るギターが入ってるバージョンだけシングルカットで出すとかねまあそれも変だしなっていうことで、まあ今差し替え作業が、昨日ねそのことが発覚してやったから、ラジオも昨日撮れなかったんですよね。で先ほど、今この流れてる少年は踊るギターが入ってるバージョン、なんかおかしいと思ったんだよね。作ってる時からなんかちょっと物足らないんじゃないのって思っていたけどね、やっぱりギターが入って随分違う感じになってますけど、毎年この時期のですね、鮭の遡上とともに、吉野も遡上してくるということで、アルバムが、3枚目のアルバムということで、ウィル・トゥースということになってますけど、僕はねミュージシャン、まあ吉野さんはミュージシャンですけど、僕は音楽っていうのはよくわからないのでね、まあその中でね、まあ、できるだけのことをまあ手探りで、やっていてね、この手探りでやってるっていうのが僕はとても楽しいので、本当に音楽をね、一生懸命やってらっしゃる方をにねどこに割り込んでいく気もないし、なんとなく成り行きでこうなってるものの中でね、好きに吉野さんと二人三脚でやってるっていうことはね、とても楽しいね。それで今日はそのコメントを読むっていうことで、だけどねコメント読むって言ったってまたね星野さんとルルさんぐらいしかないんで、まあいろんなことをちょっと喋りながらね、まあ、とりあえず
やっていこうかなと思ってるんですけど、まあいいや。それではですね、エトワール吉野について、まあ多くのことはですね、いろんなコメントがついてますが、ことちゃん、ことちゃんの、まああと星野さんと、あれだけなので、ルルさんなので、このことちゃんの、コメントをちょっと読んでみますけどね。吉野さんのアルバムリリースおめでとうございます。ノッテビアンカのオープニング好きです。うっとりします。ノッテビアンカっていうのは白夜ですよね。そして白夜、一日中太陽が出ている日、極夜、一日中太陽が出てこない日、不勉強でお恥ずかしいですが極夜の意味が分からなかったので調べました。ドラマのオープニングは白夜をイメージした曲で、アルバムの極夜はその姉妹曲として作ったのですか。それにしてもこの2曲随分雰囲気が違いますね、っていうね。これは最初にこの極夜を僕は、吉野さんが作ってねでそれをもとにメロディーラインだけ起こして、ノッテビアンカのタイトルになってるね、音楽は石川のお父さんがアレンジしたんですけど、まあメロディーは一緒でもね、アレンジが違うっていうかリズムが違うので、随分向こうと今回のこっちの歌の方は毛色が違う。まあ逆にまあこっちが極夜で、タイトルが白夜でっていうのは、まあそれはちょっとやっぱ意識したところはあってね、いたんですけど、この極夜だけは撮り直しを最近して、いやもともと別な歌詞の別なバージョンっていうのはもうすでにレコーディングも終わっていて、マスタリングも終わっていたものがあったんですけど、今回のアルバムの中にそれを入れてみると、なんかとても違和感っていうかね、まあ同じ流れで作ってるわけじゃないからね、なんかいやいいんだけど、まあなんかなと思って、メロディーはそのままにして歌詞とね歌だけ入れ直したんですけど、まあ全体のねアルバムっていうのはまあこんな感じだろうと思って作っていく中でね、あ、自分では無意識にこう作ってたけど、こういうような意図みたいなものがやっぱりうすらぼんやり見えるっていうのが楽しいんだよね。最初にコンセプトみたいのがきちっとあって、それに沿って作っていくっていうことではなくてね、その時その時の思いつきみたいなものをパッとメモ書きみたいな形で、僕は作るからね。そのでもやっぱりその2022年に生きている人の視点、まあそこでの出会い、そこでやったようなことがどうしても反映され、無意識にやってる分だけねかえって反映されてて、支離滅裂なんだけどどこか通じるっていうところがあるなと思って、そこが面白いよね。やっぱり自分でこう意識してないものが出てきてるけど、そこになんか意図されてるようなものがね、メッセージがある気がするっていうのはちょっと自分でもね面白いとこあって、でその曲やもうそのノッテビアンカをやる前にね書いて、まあそんなねなんか、まあ、主題歌の吉野だと面白いんじゃないみたいなことでやって、レコーディングも終わってから、ドラマの撮影始めたけれど、
そのなんていうかな、まあその時は作ってる、まあドラマを作ってるってことと完成させるってことがやっぱりねできるのと思ってやってるっていうところもあるし、最初のノリでやってるっていうのもあるし、主題歌とか言っちゃってとかっていうところもあるけど、やっぱりその時に作った歌詞っていうものにね、なんかこう主題歌として毎回載せるとなんかこう引っかかる、そっちに引っ張られちゃう。自分で乗ってみやんかも最後まで毎回思いつきで書いてるからね、なんかその最初に書いた歌詞の世界みたいなものに引っ張られたら嫌だなっていうのがあってね、あれはメロディーだけにしたんだけど、で全部終わってみるとね、やっぱり前に作った歌詞の世界とはちょっとやっぱり解像度が違うっていうかな、ぼんやりとしたものだった気がね、このアルバムの中に並べてみるとそういう気がしたから、歌詞は全部書き換えて、もうちょっと解像度の細かいものにしつつね、なんかやっぱりこの曲やだけはちょっとメロディーが僕の中にずっとこの乗ってみやんかの編集で頭に残ってたから、なんかこう歌詞の世界っていうのはこう解像度がはっきりしてるけどぼんやりしてるような感じのものをね、一曲ちょうど真ん中のところに入れたらいいんじゃないっていう感じがねあって、やっぱりダンボールの歌とエトワールマーチがあるから、こういうのがあるっていうのは安心なんですよね、作ってて。絶対みんなそれがイエーイって言うっていうのは分かってる曲がいるっていうのはね、なんていうか創作料理の中に、まあ鉄板のハンバーグがいるみたいな。まあこれは美味しいって言うだろうね、みたいな。でもあとは、ゆり根の白味噌入りクリームスープとかって言うとね、何ですかこれ、いやまずくはないですけど味わい深いですけど何ですかっていう感じのものがね、ちょっとそういうものもやりたいっていうかね、そういうものも あっていいと思うし、でもそればっかりだとあれだからね、こうパキッとしたものが分かりやすいものがあるといいよね。だからこのゆり根のクリームスープ、カブの、なんとかみたいな感じのものをね、まあ、ちょっと曲屋にはそういう風にしてバランス取ったなっていう気が今するけどね。で、次ね、チャップリンや岡本太郎は作曲する際、岡本太郎って作曲すんの？口ずさんだリズムを録音してそれを作曲家が編曲するという方法を取っていたそうです。吉野さんも同じやり方ですか？俺は楽器も弾けないし楽も読めないんだけどと以前ラジオでお話しされていたような気がしたので気になりました。一体どうやって曲ができるのかというところお聞きしたいです。楽器も弾けないし楽譜も読めないですね。僕は読めない、まあ、多分吉野さんも読めないと思います。じゃあどうやって曲を作ってるかっていうと、まあ、これはもうここでねバラしちゃいますけど、まあ、吉野さんが鼻歌でねはははははははみたいなことをまあ録音してね、もうなんかその録音してるのも街中とかね、電車のホームとか新幹線の中とかね、非常に録音状態の悪いものがただふにゃ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 残ると。でそれをまあ使うこともあるしね、使わないこともあるっていうか、まあそれを元に最近はね、僕もねロジックっていうダウソフト、まあパソコンのソフトでね、その鼻歌をまあ音に変えていくわけですよ。
でね、これがまたその鼻歌そのものを音源に変えるソフトとかありそうなもんじゃない？あるんだよね、実際鼻歌ソフトとかって。でもそんなのほとんど使えないっていうかね、あの使えないっていうよりね、リズムっていうのが分かんないんですよ。ふにゃ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 っていうのをただ音符にしても、それが何4分の4拍子なのか4分の3拍子なのかっていうか、リズムのどこにこの音が当たるのかっていうのは分かんないんだよね。でもね、やっぱり日に日に慣れてきて、あ、リズムっていうのがあって、このリズムに自分のふにゃふにゃっていうのがここに当たるん、そうなのよ、ここに当たってほしいのよっていうのが分かってきてね。まあ音符は読めないんだけど、それをこうな、こんな感じっていう風に整えるとこまではできるようになったんだよ。だからね、ピアノとか弾けたらね、全然いいと思うよ。ギターとかね、あとそういう人がこう身近にいてね、鼻歌をすぐに音符に変えてくれる人がいるならね。でもなんかそういうスケッチみたいなものが、でそのままってことはないんでね、やっぱそれである程度音っていうものになってみると、あ、これはそうじゃない、ここちょっと上がらない、上がるみたいなことがなんとなくもあって、その時に、その作業をしてる時に曲のイメージみたいなものはもうほぼほぼあるんだよね。でそれをあの、まあある程度こんな感じで、歌詞もまあその時にある時もあるし、ないけどこんな感じですっていうのをね、今度石川さんに投げると、石川さんがこんな感じでしょうかって、送り返してきてくれてね、その送り返してきてくれたものを聞くと、あ、そういう感じとして捉えた、あ、いや、いいねっていう感じがあってね、あのそれをもとに、そこから歌詞をね、あ、こういうことならこういうことだよねっていう感じで歌詞を書いて、また投げてっていうことの、まあでも 1,2 回だね。でもあとはあの、じゃあリハーサルでって言ってね、リハーサルの時にはもう大体、いやでも今回ね、悲しみ温泉日本海がリハーサルの時にはこんな感じでって言って歌っててね、これでって言ってこのキーでって決めたんだけど、レコーディングの時には全く歌えないんだよ、そのキーでは。だからなんかこう、その辺が甘いね。それでもうなんとか1フレーズずつ頑張って歌って撮ってたんだけど、石川さんがこれあかんやろってことになってね、これもう一回キーを書き直して後日レコーディングし直しましょうってことになってね、悲しみ温泉日本海だけは別日にね、あの全部キーを全部取り終わってたんだよね。あの音の方は取り終わってたんだけど、もう一回全部取り直してもらって取り直したってことがあったりするよ。まあそのぐらいはあるよね、なんだって。あのまあその程度のことですよ。はい、それでは、他はね、ルルさんと星野さんが続きますけど、曲や井川さんの、あ、ルルさんね、井川さんの作るものは一般で言うところのおしゃれではなく精神の美しさを感じます。この歌で描かれる日常に、井川さんが作るカフェに、このおしゃれでありたいよね、本当は。おしゃれなものを作れる人になりたいなと思うけどね。まあおしゃれよりも精神の美しさですねって言われてる方が、そりゃなんか嬉しいは嬉しいけどね、まあ、その精神の美しさって言われてもなーみたいなところはあるけど、若い子はやっぱりおしゃれなものが好きだもんね。でもあの、まあ、レコーディングが終わってミキシングするときに、すごく悩むことがあってね、歌詞っていうのをどこまで聞こえる方がいいのかっていうことなんですよ。で今の人の音楽って
往々にして音歌詞っていうのは聞き取りにくいんだよね。でそれは意識的にそのやっぱりボーカルを後ろに下げてるっていう気がしてね。でそういうものを聞き比べちゃうと、もう吉野ってのは前面に出すぎてて、なんかうざいっていうか、うわ、分かったよって、言いたいことがそんだけあるのって分かったよっていう気になって引っ込めたくなるんだよね。でもね、例えばリンゴの並木道子のリンゴの歌とかね、そういうような歌、あの昔いわゆる歌っていうものがあった時代は当たり前だけど全面なんだよね、歌が。だからやっぱり年々あのいろんな楽器も増えてきたのもあるしね、いろんな音があのカオスになって入ってきて、あのボーカルっていうのがあのその中の一員になってきてるっていう位置づけなんだとは思うけど、まあ主張がうるさいっていう風に感じるようになっている。だからあのいいことをあんまり前面にうるさく言わないっていうのが多分おしゃれってことだと思うんだよね。だからかっこいいっていうのもあんまり言いたいことは伝えないようにするっていうか、ボソボソ喋るやつとか、あのこうやってパキパキこうだよねとかっていうのはおしゃれでもないしかっこよくもないんだよね。そんな気がしますよ。はい、次。あなたの隣のに、星野さん、この歌がこのアルバムで一番好きな歌です。なんて素直な歌なんでしょう。メロディーも歌詞も聞いてない時でもよく思い出します。あなたがいる、その隣にはあなたがいる。本当にそうですよね。いろんなものから逃げられても自分からは逃げられないですよね。正直に誠実に生きるしかないです。そうだよね、いろんなものから逃げられても自分からは逃げられないっていうのは、これはそうだと思うよ。だから自己欺瞞っていうかね、自分を欺いちゃうっていうのが一番自分を傷つけちゃうことになるよね。はい、次。悲しみ温泉日本海、星野さん、演歌もできるんですね。ドンドドドドンジーンというドラム、うなるようなサックス、小さなという入り、最初から笑ってしまう。ちゃんとやってるのに演歌ってこんなに笑うものでしたっけ。職場の仕事をこなすうちにきっとこの人には幸せが来るだろうと思って聞いたら、2番で床屋の彼と新たな人生を歩んでるんですね。これもしかしてまさしのお母さんの歌。そうなんですよ。これね、柏原純子っていう、よし、あの、えとは、あ、じゃね、ノッテビアンカのね、まさしのお母さんを想定してね、あの、書いてるんだけどね。だから、曲やと並べて、そこはちょっとね、やっぱりノッテビアンカ、この1年のノッテビアンカをね、に影響されて作ってるけどね。あの、僕もこの、悲しみ温泉日本海を、作っててね、知らないことっていうのがあって、あ、なんかこう音源ができてきた時にやっぱ演歌っぽーって思うんだよね。でもね、このドラムだと思ってるんだけど、あれはねティンパニーなんですよ。あのドラムも入ってるんだけどティンパニーも入ってるの。だからなんかボヨヨヨヨンっていう音がね、ボボンボンボンっていうのはティンパニーなんですよ。で、あのピアノかと思うとお琴なんでね。だからピアノとお琴が同じ旋律のところをチロチロやってたり、あのドラムのキックとティンパニーが同じどこやってたりすることで、なんかこう、なんていうんだろう、いわゆる演歌っぽくなるっていうね。それとあとこのピアノのソロとか、あとこのジョージの、あの悲しみ温泉日本海のジョージのソロはすごいいいよね。あの、まあ石川さんの、あの作曲なのかジョージのアドリブなのか知りませんけど、なんかあの感じ、あの僕の周囲では悲しみ温泉日本海がやっぱりダントツで天才
これを作った人天才っていう評判ですよ、歌詞の世界も。うん、だから演歌じゃないんだよね。演歌だと思ってなんかふざけて聞いてたけど、これってすごい短編小説ですねっていう感じが。次、今これ聞いてるこのユリのいない月夜、星野さんね、あまりに素で美しく繊細で儚い歌ですね。生きるモチベーションが高いおばちゃんはきっとこの部屋には入れないです。伊豆に住んでた時、夜の帰り道に富士山のあたりをドライブしているといつも怖いと思ってました。富士山のあたりと箱根のあたりは夜は怖いんです。富士山は美しさもあるけど魔力があるっていうのかな。ある満月の夜に富士山の近くを通ったら怖くなくて、月の光に照らされた富士山がとても美しかったことがありました。月の光にはいろんなものを美してしまう魔法があるんだと思います。月の光に照らされながらお月様へ運ばれていくゆりちゃんを想像しました。このゆりって誰ですかっていうね、まあこれ聞いたのジョージなんだけど、誰でもねえよっていう。ただこれがなんか名前ってね、この歌の主人公がとしこじゃねえよなとか、ね、キャサリンじゃねえよなとかっていうのはあるよね。なんかまあユリだろうっていう、ユリじゃないと変だろうっていう、そんな感じはあるけどね。はい、次、同じく悲しみ温泉日本海でね、ルルさん、一昨日昨日とこの歌を聞いた時、随分自分を分かってる人なのだなと思いました。今井川さんのラジオのメモを整理していたら、あ、この人のことだと思ったメモがありました。人はなかなか自分に関心が持てない。子供の頃とかの劣等感の塊である自分の中にあるドロッとしたものを見ていることができないために、でもそのおぞましいものを炎天下に持ってってカサカサにすればいい。例えばお寺の修行である掃除やお経は自分を見つめ自分に関心を持たせる。常に自分を見つめることができなければ人は常に出来事を周りのせいにする。相手が悪い、相性が悪い、会社が悪い、家族が無理解といろんな人との関わりの中で自分を見つめると良い。そして自分のいいところを表に出す。人は人と人との関係の中で自分に関心を持つ。幸せは自分に関心を持ってた先にしかない。この歌の純子さんもう純子さんって決めてるよ、山と海と地蔵様と、宿での仕事と一人の男性との関わりの中で自分を見つめることができたのですね。歌でドラマでラジオで日常で大事なことを気づかせてくれて氷川さんありがとう。心に染みました。よくわかりましたいやいやそんなあれですけどね、まあ自分に関心を持つっていうのは難しいよね。このでもこれを聞いたね、悲しみ温泉日本海を聞いたミカがね、なんかもう私身につまされますみたいな感じでね、言ってたけど、まあなんで身につまされて、別に同じような経験してるわけじゃないけど、何かねやっぱりこう要は近くでいれば、近く自分のこととすればとても悲劇だけど、他人から見たら喜劇っていうものってやっぱり世の中にはいっぱいあるからね、そういう感じがするよね。こういうのも傍から見るとね、一尾のイワシになってどうすんのみたいな感じだけど、なんかもう私はその程度ですっていうね。でも実際はこんなに確かに自分ってものをなかなかわからないかもわからないね。あいつが悪かった、こいつが悪かったっていうことで自分の人生のほとんど終わらせちゃうってことがあるかもしれないけどね、やっぱり分かってる人っていうのはなんか応援したくなるし美しいですよね。はい、次、ポヨ、モチーフ、ナーハムに続きウルトゥースと次々に新曲を生み出し続ける吉野さんに感服です。まあこの時点でちょっとこう上からだよね。なんか私もミュージシャンです、負けましたみたいなところが出てるところが可愛いですけど、このノリノリのエトワールマーチをアルバムの先頭に持ってくるセンスの良さ、ああ次も聞きたい次も聞きたい、最後まで飽きさせない工夫すごいです。朝鼻歌混じりに歌って、職場でも無意識に鼻歌で歌って、お客さんに鼻歌歌ってていいですねって言われました。
まあこれポヨっていうのはまあ幸子でね、ノッテビアンカで言えばマイコ役ですけど、こういうの見るとね、やっぱりみんな豆彦にいる理由っていろいろなんだろうなと思うっていうか、ずっとね音楽家として音楽大学出てずっとまあこういうふうにやってきた子からするとね、その同じように音楽の世界で豆彦っていうものがどっかでつながってて、そういうものがこう同じ音楽家としてもう尊敬できるっていうか、こう自分にはできないことやってるっていうようなことが、日頃の自分のなんかそのなんていうのかな、音楽教育専門教育外のことを仕事にしている時のモチベーションになってるってことあるっていう気がするね。うん、なんかこうどっかでやっぱり自分はその教育受けてきてないんだからできなくたって当たり前でしょっていうような声が多分自分の中で聞こえててもね、じゃあ同じような考え方世界で音楽やってるのがあるとねああやっぱり教育を受けてるとかっていうんじゃなくて心持ちなんだってことを感じるってことはあるっていう気がするね。だからまあ神戸なんか行っても、まあ、銀座もそうだけど、まあ、インテリアに惹かれたりね、飾ってある絵に惹かれたり流れてる BGM に惹かれたりって、お客さんってほんといろんな全方位的にお花だったり、いろんなことに、まあ、反応してね、なんかいいですねとかなんとかってやっぱ引っかかるものあるんだけど、そういうトータルっていうのかな、みんないろんなその多面性を持って生きてるっていうことが人間の面白みじゃない、複雑性っていうのかな。それがねこうやっぱり自分が商売するってことになると何かに特化しなくちゃいけないしね、まあ、それに対する自負も当然あるんでしょうけど、そうじゃない部分っていうのがなんかねこういうカフェだといろんなとこにこう刺さってね、まあそういうこと、それが偶然の出会いになって何か奇跡が起きるっていうようなことはあるかもしれませんね。はい、まあというとこでね、まあこれいろんなここにコメントじゃないものも僕のあれには届いてますが、まあ11月の18かなにこれの、フルアルバムをそのまま、ライブにするのが六本木の、クラップスでありますし、年末にはね横浜で恒例の忘年会でよ吉野っていう、まあ中でもまあウールトゥースの曲はやりますが、まあそういうことをね、まあやって、まあ2022年はまあなんかあっという間に終わったなという感じでね、まあ明日からのラジオも後ろにかける曲はこのウールトゥースから選んでかけたいと思うので、また皆さんその中でもコメントお寄せください。今日はこの辺で。